はい、どうもパテモス教会でございます。パテモス教会のダラダラドラゴンクエスト8でございます。今回ちょっといつも撮ってる、音声とはちょっと違うやつ使ってるんでね、どんな感じで撮れるかちょっとわかりませんけども、やっていきたいと思います。でないとレベルアップできないんでね、なんとかの地に行かなきゃいけない、なんとかの土地にいうことは、あのね、わかったんですけど、僕ね、前にちょろっと行った、そこ何なんだろうと思って、それはどこかと言いますね、この間、前回あのメタルスライムをね、倒してたとこがあったと思うんですけども、あそこの先にあるんです。この先とりあえず夜行かなきゃいけないからね、もうレベルがね、もう上がりすぎてやばいからね、もうこれどんだけメタルスライム買っとんねんぐらい買ってますからね。あ、やばい、いたら狩るで、そらいたらそら狩りますけど、とりあえず、ね、ヤンガスもね、大魔神斬りかなんか切ってん持ってんやけど、斧がないからさ、使えないっていうね。斧さえあれば俺も大魔神斬りでもうちょっと効率よくなると思うんやけど、やった、ええやん、ぜひか、ゲッ、あ、落ちた、ほんと2分の1かいぐらいね、当たる確率悪いのに、ね、私基本的に運がない方なんでね、実力しかないタイプなんで、逃げんなよ、実力もないけどな当てて、死んで、あと一発いけ、あったやろ、逃げられる、よし、与えてくれ、与えろ、よし、 OK、 よし、とりあえず1匹ぐらい倒しておいたらね、なんてことはない。うん、行きましょう。運良かったなーっていう時はたまにはあるけどさ、基本的にあんまないからね。どっちかというと2択で外すタイプね、うん、2択で結構私外すタイプですからですね。このね、あの1個好きかわからんけど、あれもね、当たらない、全然出ないんだよね。3回4回当たり前ぐらい出ないからね。よし、ジェシカちゃん、両方とも当たらない、いけ、よしと、いいね。なんだこれ、動画撮るとこういう感じになる、なんの、逃げたんか、でしか28、レベル上がりすぎやろ。無知スキルか杖スキルを上げていかなあかんから、とりあえず、あ、じゃあこれ土と杖と無知を極力全体的に上げていこうかな。あれ、これいいか、どれにしよっかな。杖スキル、ここでは上げられへんから、お色気にするか、無知スキルを、無知そんな上げへん方がいいか、お色気上げていこうかな。格闘スキルとかいらんやろ。マダンテだけど覚えたいな。マダンテとかええんちゃうん、これ。ね、マダンテ。マダンテは何かわからんけど。マダンテがいいみたいな感じの雰囲気聞いたことあって、俺置いとこスキルポイント振り分けやめとくわ。はいはい、いいよ。ではこれはね、熟考します。もうちょっとね、最高。さあ進もう。あ、いるね、メタスラちゃん、メタスラちゃんいるやん。もう早いこと、俺はね、あの王様のとこイベント越してね、またレベル上げなりね、進みたいから、このレベル30にもなってるやさ、かなり先行けると思うからね。よし、大光、一光月、一線月か、一光月、これ教えてください、どういう方わからへん。ああ、ちょっと、よし、外した、確実に2回に1回はしっかり外してますね、確実に守ってますね、ルールをね。よし、行け、よしよし、戦ってくれた、2匹倒したい、できることなら2匹倒したい、よし、行け行け、やばい、よし、たほんまや、やるような、ちゃんと 50% ちゃんと守ってるや、今のところちゃんと守ってますね、 50% ね。よし、こう初めてね、今ね、ボイスレコーダー使って、音声録音してるんですけど、どうやろうな。前のカメラのだけの、前のカメラ、そのズームの Q8 っていうやつを使ってたんやけど、それの、音声だけと録音するやり方なんでやってたんやけど、今回どうやろうな。これでよかったもん、これでいいんやけどね。手軽やし。
ノイズとかホワイトノイズはその辺がどうかなっていうね、周りのと拾いすぎてへんから、まあ、マイクは一応ね、ダイナミックマイク使ってるんで前からしか多分入らないと思うんで、余計な周りの音は入ってないかなと思うけどね。ここです、言ってる前に着きましたね。ここです。こいつどこどこ倒しとく方がいいのよな、こいつな、ミイラ男。こいつ倒して30匹ほど倒さなあかんらしいから、写真撮るのめっちゃいるやん、めちゃくちゃいるやんけお前ら。一撃ではないな、ね、こいつまだね。おおすげえ、苗木払いみたいになってる。死ね、よし。こいつはね、戦ってくると寄ってくる感じがない、気持ち悪い。フラフラやないけ、足腰立ってへんやないか。あ、これこれこれ、怨念ぶつけて、これやったら呪われたら動けなくなるのよ。よし、オッケー。すごいやな、このモーション。わお。ヤンガスこうして、ゼシカこうして、ククールはこう、これでいいわ。はい。ゼシカちゃん、やっておしまい。やっておしまい。よし。ヤンガスやっておしまい。オッケー。怨念を投げた。どうだ、ジェシカちゃん。やられちゃった。ジェシカちゃんやられちゃいました。いけ。じゃあ、ちゃっちゃかいけ、もう、ちゃっちゃか。うん。これ5匹だろ。要はこのパーティーを最低でも6回倒したさ、もう、ミイラとか、カラフルミイラとかに出るらしいんだけどね。いずれ出んのかな。よし、とりあえずこれ階段上がっていこう。下にね、マップが出てくれてんのね、ありがたい。最初から地図があるから。お、ちょうどいいぐらいに夜なんじゃないのこれ。夜なんじゃないの、結構いい感じのタイミングで。なっちゃうんじゃないのこれ。上がって。これさ、洞窟入った方が良かったんかな、入らん方が近かったんちゅうことで、こういう風に回ってもいけたと思うねんな。回っていくか。月出てますわ。次がね、出てます、あそこに。あ、そういやさ、途中の道中で開けられない鍵の宝箱があった。盗賊の鍵で開けられへんね、宝箱あったんやけど、あれ待って、忘れてまいろな。さあ近づいてきたぞ。俺ね、ちなみにそこのなんとかの、そのなんかこの上のとこ、今から行くとこなんやけど、そこで、あれした、写真撮ったらね、なんかそのイベント、あの写真イベントのとこやった。もうね、レベル上げするとね、いろんなとこね、勝手に行っちゃうから、どんどん進んじゃうからね、ここも来ちゃってたのよね。よし、よ、ちょうど夜や。これ夜ちゃうの、ここちゃうんかいさ。なんて言ってたっけ、でもこれ夜じゃないの、どっか、なんかね、調べ、一個だけ調べられてん、ほら。窓枠だけ残っている。どうすんだ、これ。でもこれ夜じゃないの、夜の帳が降りてないの、トムキャットのように。夜のとばりの泣き、てて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 、ドゥルルル、ドゥ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 。あれ、ここちゃうの、え、ちゃうの、これ夜やろ、これまだ夜じゃないの、これ夜じゃないの、これ。で、星出てるかな、夜やろ、これ。夜じゃないの、なんかせって言ったっけ、あの場は。ここじゃないんかな、ここ違うの、どこやさ、なら、え、ここじゃないの、ちょっと待ってよ、そりゃないよ、勘弁してくれよ、ほんと勘弁してくれよ。こっち側から行って階段降りっか、じゃ あ、これだって井戸のとこに行くのよ、これ確かね、これね、これ行っちゃうと井戸のとこに行っちゃうのよ、俺行ったことあっから。リリパッド、ほら井戸でしょ、来てるから俺、これ何すんやさ、これ昼なるわ、もうこんなことしとった。あ、ちょっと待って、もう出たか、出ちゃダメダメ、くそ、ピナコくせ、ピナコ運じてる、くさ、あいつくさいわ、もう宝箱も開けてるもん。え、どうすんねさ、これどうやれってのさ、なんか違うんかな、
もうまたこんな腐った死体鬱陶しいからやっちゃおう。デシカちゃん、デシカちゃん、いけ一発じゃ殺せへん。まだシュッシュッシュン、最後6なんじゃな。腐った死体なんかやるよ、めんどくさいことやったような気がするんだよな。この世にこもった呪い玉を投げつけてきた。ヤンガスちゃんやめておくれ。お前、お前攻撃力結構あんのに君がやられちゃうと困っちゃうんだよな。君がやられるととても僕は困っちゃうんだな。こっちから順番にしていこう。これかな、死ぬかな、死んだ、死んだ、オッケーオッケーオッケー、死んだ。はい、こいつにしてて意外にねパテリのね攻撃力弱いから。まだ呪われてんのかよ、ガンガス。来た、来た。やめて。うわお、結構怨念に弱い。怨念に弱いな。よし。はい。ドゥンって言ったね。動画の編集終わったな。いけ。ぶち殺して死ぬ、おしまいにさい。やっちゃいなさい。これも10匹倒したものかな。やっておしまい、やっておしまい。よし、オッケー。ここだはずやで、なんとかのそれやつ。これ願いの丘って書いてあるやん。願いの丘に行けっつってない、違うの。あ、もしかして王様連れてかなあかんの。もしかしてだけど、もしかしてだけど王様を連れて行った方がいいんじゃないの。懐かしい、もういやおらへんのかな、あの人だって。ルーラ、そういうことなんかな。あいつ連れてこない意味ねえな。 俺の別に願いでも何でもないからな。それキラーに聞いてみよう。そういうことか。わあ、また無駄な時間つこたな俺な。また無駄な時間つこてるわこれ。ちょ、入れてくれんのかな夜でも。うーん、あそこまでワープさせて、ワープさせて、ちょっと。キラちゃん。キラちゃん可愛いから。子供やけどね、まだね。よーし。これ、いるかな？キラちゃんいるかな？まだまだあいつ泣いてるよ、どうせ。まだなんか、泣いとるやろ。うちひしがれとるやろ、まだ。おった、お前。来いや、うん、あ、来いや。え、違うの、こいつじゃないの、お前じゃないのか。なんやねん、お前ちゃうんかよ。来いや。もう誰、誰をどうしたらいいのこれ。これ誰の部屋、このてっぺんの、これこれ、この家なんだと。おのれ、あのババア騙しやがったな。俺のこと騙しやがったな。ああ騙された、まんまた騙された、騙されたわ、完全に騙された。キラちゃんどこにいるのじゃ。キラちゃん、あたいの愛しのキラちゃん、これなんか騎士とかいそうやな。誰、お前誰や。愛するものを失った悲しみで何も見えなくなっているのだ。あではキラがかわいそうでならんよ。なんでキラ大好きな。キラがこいつのこと、あ、スライムやっとっとこ。ズームイン。はい、オッケー。はい、オッケー。当たり前やん。保存せいでか。名前とんねん。もういらん。よいしょ、いらん。開けよう。おい、どうすんの。札束みたいなの入ってんな。札束じゃない、小さなメダル OK。なんでキラが不憫な。キラは大変なんかな。キラちゃんどこにいんやろ。いないやん。なんなんさこれさ、どうやさ。なんで聞いてきてくれって言ったのキラやからさ、キラに会わなあかんじゃん。謎が深すぎて分からへんわ俺には。
こかな。ここにいたりすんのかな。雑用部屋とかこことかちゃうんかな。どこにいんの。もうその、なんやね、夜やったらいつでも出るようにしとけや。昔も今も若ババン王は立派な方であることには変わりない。しかし悲しみに曇った王の目には何も映らないのだ。生命あるまで何一つ。何を言うとんねん、一国の王が。ほんまに、あ、この目の前に通るこの棒邪魔。目の前に通る棒がとても邪魔。なんだ、行き止まり。あ、階段か。どうしたらいいの。キラーってここに住んでんちゃうの。キラってどこにいんの。キラちゃんどこにいんねんさ。あ、これ出口行くとこちゃうの。あ、これか。違うやん。何何何て何て何言った。二人の話どうにようなさっききっと川上の丘にどえらいものがあるんちゃうん。といってあんたに魔物が出るっていう。お前その辺におるわ、魔物ぐらい。他にどうも何かあるらしいね。だから丘へ続く道はどこにもない。うん、川さんどこにあるよ。本日より独特的にらしいが、じゃあやったって。おばあさん、安寛隊に伝わる不思議な話いっぱい聞かせてもらったっけ。お城のメイドの来たってこのおばあちゃんさ、この辺で一番物心なんだ。じゃあ知ってるよ、聞いたよ。あのおばあ言うたこと嘘ばっかりだったわ。全然何もなかったよ。一番上まで行ったよ、一番上まで。一番上まで行きましたから。きっちり上まで行きましたけども、キラどこにおんの。ちょ、17分も撮ってるやん。ちょ、キラってどこにいんねん、あいつ。あいつどこにおんねん。あ、教会や。せや、最初の時、教会にいたわ、あいつ。そう言うたら。そう言うたらな、教会におったな、あの人な。教会におりました。祈っておりました、あの人、毎晩。毎晩のように祈っておりましたわ。おるかな、おった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 、キラちゃん。なんと。え、まさかそんな、あの川ずっと奥に高い丘に不思議な丘なのですか。ああ、なんてこと。私の足ではあんな険しい岩に到底登ることができない。王様願いを叶えたいのに、ここで私にはどうすることもできない。私に乗ることもできない。ああ、ね、行ってこいってことやろ。なんやねん。行ったやんけ、まあ、先やらせろや、じゃあ。てか、先やらせろよ、俺と。ちょ、もう行けてか、今から。今から行けてか。もうなんやねん。何度出前やねん、これ。もうええやんけ。さっき言ったときやっときや、じゃあ。なんなん？なんさ。川沿いの教会行くしかない、これ。本当によ、七面倒くせえな。もう何なんだよ。キラとかも、なんかもう、ほんまに。ジェシカとかでも行けてんやろ、お前。行けるやろ、お前。来いや、一緒に。来てから言えや。途中であかんかって置いとくから。ククールが助けてくれるや、あいつ。そういうタイプやから。メタスラちゃん。もうメタスラしか狩る気がせえへんわ。行け。うわぁ、シーメイだと思う。あんまめんどくさいな。特技。よし。よし。はい。行けよ、次こそ行けよ。オッケー、よっしゃ。行け、与えられない。与えられない。逃げ出した。よし。殴れ。うわ、避け、こいつめっちゃ避けんねんけど。こいつめっちゃ避けんねん。シーメイダーってなんでこんなこいつ避けるやつやったっけ。こんなにも避けるやつやったっけ、こいつ。めっちゃ避けられんねんけど。全員避けられたことあるけど。4人中4人とも避けられたよ。なんやねん、こいつ思ったよ。行け。シャ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 ン。よっしゃ、行け行け。つえ。つえ、ジェシカ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 いいね。いいね。いいですね、あんた。あ、いいですね。ああいうやつを一掃するにはね、とてもいいですね。こいつは逃げるときに俺にぶつかってきたりするからね。嫌になっちゃうんだよな。もうちょ、お前これほんで昼間なんちゃうん、行ったら。行ったらちょうど昼間になるやつちゃうの、これ。ちょうど昼間になって、
半日ぐらい時間潰さなあかんやつちゃうのこれ。頼むで、しかし。だってもう20分で大体終わりたいのよ、この動画は。いつも20分ぐらいで終わろうみたいな。前回はまだマシやったけど、前々回の1時間やったわ、俺。1時間ですせ。私、メタスラッタン。メタスラッタン。メタスラッタン。OK。足止めてくれっからいいよな。いっちゃおう。はい。戦う、特技。はい、よし、一匹に当たった。次はだけどな、外すよな、パテリロ順番的に外すよな。おわった、ほんまお前カメラ回ってると思ったら、ま、調子乗るよねこいつ。カメラもと調子上げてきおるね。なんなんこいつ、人目気にするタイプや。俺が見てるとき全然あかんのに。ええかっこしいやな、なんやねん。やれや、もう普段からそういう風に。俺大体外れてるイメージしかないんやけど。何回外すねん言う時あんのに。そう、お昼なるわ、はよせな、もう。はよいか、もうちょっと夜が明けてきたんみたいな、ちょっと知らんできたぞ、ちょっと。困るわ。こういうの困る、そういうの困るわ。行った途端昼とかさ、朝とかさ、夜でないと出えへんって言われてんやからさ。うわー、ほら見ろ、ほら見ろ、ほら見ろって言うてんのこれ。ほらもういやねー、ほらやってくれるわー、こういうこと、こういうことやってくれるよな、ほんとほんとやってくれる。あるよな、そういうことってな。ほんとちょうどお昼やん。昼って朝やん。ほら、もうあかんわ。完全にあかんわ。完全にあかんやつや、これ。完全にあかんやつやで、これ。これもう夜っていうことにして、まだ夜、ギリギリ夜っていうことにしてくれへんかな。太陽がそんな眩しくない間、夜っていうことにしといてくれへんかな。月が見えてる間は。言って、してくれへんかな。これでさ、夜になってさ、まあ、やっぱ仕事だとかなったらさ、あ、夜や。まだ夜や。夜や。夜やないか。まだ夜やで。なんやねん。え、なんなん、どうしたらいいの俺。なんかこれめっちゃ見てるよ。なんの今の、今の何、何が起こったん、何が起こったわけ今。なんなん、何さ今の、何が起こったんさ今。あ、そう、LR ボタンを長押しすると、こういう風になんか調べたり的な、なんかしてやったりみたいなとこあんのかな。どうしたらいいのじゃあ、これどないしたらいいのこれ。わからなすぎやろこれ、謎深すぎやろ。運な、運なのこれ。運で来ないとダメなのこれ。なんか持っていかなあかんとかあんのこれ。なんかやらなあかんとかあんの。王様にまた喋らなあかんとかあんの、そんな、なんかそういうやつこれ、そういうやつ。一応これ夜、まだ夜と見なしていいよねこれね。夜でしょどう考えても、これまだほら月出てる。むしろ夜なったやろ急に。何すんのここで。道具なんか俺持ったっけ。そんな赤カビぐらいしかないよ、マダムの。え、何すんのさ、なんなんさこれさ、どやさ、もうどやさで。え、どうせってんのこれ、何せってんのこれ。あのババアに捕まされてんじゃんこれ。嘘の話を、でっち上げの話をさ、ちょっとどないせ言うの。はい、残ってるだけやん。え、何？あ、この影がこうなったらいいんや。わかるかよ、そんな。あ、扉鳴った。扉鳴ったわ。またなかんかったんや。知るかよ、そんなもん。知るかよ、そんな。行くか、ほなら。入ろう。
よかった、今回何にもなかった、どうしようかな思った。なんか言うてるよ。うわ、どうやな、ファンタジー、めっちゃファンタジー、めちゃめちゃファンタジーやん。何これ、うわー、なんかラスボスのとこみたいな感じやん。ハスの花みたいな、ハスの上みたいになってる、ハスの花とかハスみたいになってる。何これ、ちょっと待って、ここで一応俺使ってみよう、盗賊の花あるかな、取り尽くしてんや、みんな言えば。なんか跳ねてるぜ、誰？私は石間織。月の光のもとに生きるもの、うん、私の世界へ、うん、お前一人か、めっちゃ音楽奏でてるで周りが。私の世界へユークス。石回りも撮っといたろか、一緒に。一応しゃあないな、お前撮っといたろわ、記念撮影や一応な。お、もっとズームならへんのか、こうもちょっと、なんだこれ、半目ねんけどこいつ、ほらえ、もうすごく疑いの眼差しで見てる主人公と、とこ、お前ほんまなみたいな顔ね、これ。お前マジみたいな顔ね。よし。OK。はい。OK。めっちゃ半目で見てるわ。よし、もういいわ。はい。喋れ。ここに人間が来るのは、ずいぶん久しぶりだ。月の世界へようこそ。お客様、喋るの遅いね。さて、いかなる願いが月影の窓を開いたのか。君たちの靴に聞くの。へえ。足フェチ？もうほんまや。足や靴や。アスカンタの王が生きながら死者に会いたいと。そう願っていると、うん、よう分かってるやん、分かんねえ、足めっちゃ詳しいやん。靴、おや、驚いた顔をしている。ああ、説明をしていなかったね。昼の光のもと生きる子よ、記憶は人だけのものと大思いか、うん、その服も家々も家具もこの空も大地も、みな過ぎてゆく日々を覚えて、もうええって。物言わぬ。でもなんでこっち選んで。じっと抱えた思い出を夢見ながらまどろんでいるんだ。その夢、記憶を月の光は形にすることができる。死んだ人間を生き返らせることはできないが、君たちの力にはなれる。そうなん、亡霊。さあ。私を城へ出るんかい、嘆く王のもとへ。これルーラーで行けんのかね、ここか、ルーラーで。また仲間になったで。え、こいつ戦えんの？え、こいつ仲間なんや。私はイシュマオリ、この月の世界に生まれし者、月の世界を作りし者、そして人々の嘆きを癒す者である。さあ行こう、アスカンタの王のもとへ。うん、行こうか。ならな、ここはリレミトとかルーラー効かへんやろな。さすがに強さとかそういうのはないよね。前のあの小僧とかと一緒ということか。あのゼシカの、あの駒使いみたいなやつ。よっしゃ、戻るよ。これでなんとかなっか。まだ長そうやな、話がこれから。さあ私を嘆く王のもとへ連れて行っておくれ。行くよ、そのために来てんねや。あ、もう王様、来たやん。
いきなり来たやん、もう。もう来てますやん。うん。来たね。嘆きの王。嘆きの亡霊先倒したけど、嘆きの王。どうなんやろ。嘆いとるな。振り向きもせえへんで。若っ。結構若いんや。嘆きに沈むものよ。かつてこの部屋に刻まれた面影を月の光のもと再び蘇らせよ、うん、あなた心配しないでみたいなやつかな。踊ってるで。くるくるしてるわ。くるくるしてる。思ったより町娘みたいな女やな。結構町娘っぽいね。これは夢？幻？いや違う違う、覚えている。これは君は、うん、おっぱい触った。おっぱいもんだな。したの、あなた。何をしたの。なんかしたんや。どうしたのか。してる。めっちゃ泣いてるんか、それがどっちかわからん。おっぱい触ろうとしてる。会いたかった。あれかね、身長こいつの方が低いんか。ずっと君のことばかり考えていたんだ。君が死んでから。うん、まだ今朝のお触れのことを気にしているの？大丈夫。あなたの判断は正しいわ、うん、あなたは優しすぎるのね。でも時には厳しい決断も必要。王様なんですものね。みんな藤子ちゃんみたいな声信じてる。あなたがちゃんとしなくちゃ。アスカンタはあなたの国ですもの。結構短いやな、王様。あれは僕。そうだ、覚えてる。一昨年の春だ。ではこれは過去の記憶。宿屋に子犬が。君は何かいい名前を考えてるんじゃないかい。私のは犬に名前のなんか意味あるのかな。どうして。君が考えついたのならその名前がいいよ。教えてくれ。あなただってちゃんと思いついたんでしょ、子犬の名前。でもそれじゃあ君がバカね、パパ。あなたが決めた名前が世界中で一番いいに決まってるわ。私の王様、自分の思う通りにしていいのよ。あなたは賢くて優しい人。私が考えたのはあなたが決めた名前にしようって。どんだけのろけとんねん。そうだ、彼女はいつだってああして僕を励ましていてくれた。さらに嘆き出したの。どうしてシセル、どうして君はそんなに強いんだい。お母様がいるからよ。うん、母上。だって君の母上はずいぶん前に亡くなったと。私も本当は弱虫でダメな子だったの。いつもお母様に励まされてた。お母様が亡くなって悲しくて寂しくて。でもこう考えたの。私が弱虫に戻ったらお母様を
当にいなくなってしまう。お母様が最初からいなかったのと同じことになってしまう。いなかったのと同じことになってしまうわ。頑張れ。励まされた言葉、お母様が教えて。めっちゃ奏でてる向こうで。その示す通りに頑張ろうって。そうすれば私の中にお母様は。読めやないか。パバーン。シセル、僕も君のように。ねえ、まだやりますか。今日はいい天気ですもの。きっと風が気持ちいいわ。ね、行こっか。ほなら。あれ、こいつなんや。あの幻影は。わかりかな。さらに投げた。大丈夫？パパ。覚えてるよ。君が教えてくれたこと、すべて。乗り越えて行け。僕の胸の中に生きてる。すまない、シセル。やっと目が覚めた。ずっと心配をかけてごめん。本当やで。嘆きの王よ。長い長い悪夢からようやく目が覚めたんだ。テレレテテテテ。来た。お、黒幕が上がっていった。だいぶ後ついとるなこれ。めっちゃ、あ、違うんかい。そういう柄か。お、すげえ。あいつのさじ加減すぎるやろ、王様。こういうの。キラちゃん、キラちゃん、はい、キラちゃんおいて。楽しくてよ。シセルが僕に教えてくれたこと、もう二度と忘れはしない。夢のような出来事だが、僕は信じます。ありがとう。皆さんとキラのおかげで僕はようやく長い悪夢から覚めた。これからは王の務めに励みます。本当にありがとう。もしこの先何か困ったことがあったらいつでも言ってください。必ずその時は僕があなた方の力になります。ヤンガ寸断ひぎ折れてんやろ。約束します。必ずお役に立ちましょう。では皆さん、どうぞこれからの旅もお気をつけて。飯食うてっから。またいつでも遊びに来てください。え、動けんなっちゃおうか。わあ、結局40分やん。ちょ、あ、行くぞ。ヘチマウリだなんとかって詩人はどこに行っちまったのかね。まるで夢で見てたみたいでギス。なんだかどうすんの。皆さん、ドルマーケスという道具を追って旅をしているのですか。しかし残念ながらこのようなもの、そのようなものこの国に訪れたという話は聞いてませんね。先ほど困ったことがあったら力になると言ったので申し訳ありません。ほんまや。サーベット兄さんのことなんか思い出した。そうね、胸の中にきっと、うん、やれや、ようやくあのふぬけをも元に戻ったみたいだな。おっと、口を口を増やされたら、ちょっと詰みつけたかな。酒飲んでたんや。うんこ。まあいいよ。
行くぞお前ら、おちおちやってんじゃねえんだよ、こっちとら忙しいんだよ、もう早く終わってさ、編集に戻りたいんだよ、俺はもう編集したいんだよ、これを、もうちゃちゃっと。キラちゃんいい、キラちゃんどっかおるかな、もう外出たらいいんかな。よしよし、キラは？キラちゃんどこにいんの？これ出ていいんちゃうの？これ犬の名前とかあんちゃう？これ宿屋、宿屋の犬、モッキー犬なってるやろ多分。なんて名前つけたんやろ、宿屋の子犬。色いくかな、いいひんや。あ、で、もう色、こんな小高しいとこ飾んなよ、わかるようにしときや。よし、小高しいわ、もういいよ、はい、いいよ、寝ない寝ない寝ないよ。どうしたらええの、もういいんかな、これキラと喋らんでいいんかな。ね、元気でないとそうで、しかもマイルズ楽しく聞いてますと、そんなのどうでもいいね、ちょっと先行かせてくれ、俺にはこんなとこで油売ってる暇ないね、ドルマギスの情報もないようなね、こんなとこでね、いくら油を売ったってね仕方がないの。キラちゃんいるかな、40分過ぎなんね、過ぎたにゃ、過ぎちゃったよ。あれキラどこにいんの、あいつ働いてんのかな、城の中で。キラの家とかあったっけ、そういや。これキラちゃんの家とかかな。ちょ、それ今仕事してるはずやな。ちょいと頼むわよ。ちょいと頼むわよ。ちょいと頼むわ。早くキラちゃんとパッと会って行きたいから、俺は。さっと行きたいから。キラどこにおんねん、もう終わりたい、早く終わりたい、なんやねんこの長いな、こんな話長いの、一個一個。キラはどこにいるとか言わへんの、キラがどこにいるか教えてくれや。おばあちゃんとこ帰ったかな、そんな勝手に帰るとか、そんなさすがにする子じゃないやろ。キラどこにいんの、うーん、ちょっともういいわ、それはうまかったけど、それはうまかったけどもやな、こ外とか出んのかな、どうしたらいいの、もうこのまま行ったらいいんかな、行っていいんかな、もう あら、もらへんわ、みんないい日に、いい日に、俺が出たと一緒に出たはずやな、もう外出たらいいんかな、じゃあ。おい、小賢しいの、お前スライム、もうそれ小賢しいの嫌いやで俺。なんなの、お前スライムいろんなとこ行きすぎやろ、もう一町一匹とかいう ルールにしといてくれよ。うん、駒使いのキラは本当によく、駒使いって駒使いってお前口悪いな。あ、たっぷりの褒美と、たっぷり休み、あ、休みもろたんかな、やったね、出世やな、出世したね。城にはいい日な、もうだから休み取ったんかな、あんた、あんた、あ、よしよし、え、もういいのお前、え、これで終わり、なんなん、よかったです、うんぬんかんぬんとかないんかよ、ないんかよ、意外に表情のない子やな、この子は。
次だってどこ行くとか何にも教えてもらってないしさ。ほんであららら、しくじったかな私な、これな、なんかな、それやったかな、また無駄に長くなっちゃったかもしんないね。20分ぐらいで終わろうと思ってたのにな、20分ぐらいに終わりたかったけど、カットしないから悪いんだけど。イントはいたっけ、そういや、宿屋のイン、宿屋のイン、いんのかよ、犬なんかいたっけ、その野良犬みたいな。おった、こいつや。子犬の名前なんやろ、お前なんて名前、パスカル、ラスカルの偽物みたいなやつやな。パスカルや、ワンワン、そうか、前は、まあ、そんな話はさておき、俺は行くぞ。外だ、広いで明るいぞ。お前外出たことなかったんかよ、こいつなんかあんのかな。あ、じゃあ井戸って、まあ、あれちっちゃいってもうとさ、こう指輪あったやん、ここ指輪あったとこで、あっちロボダッチよいし、なんで外出たあかんかった昼間、そんなむちゃくちゃなこと言うんや。トロでは、トロでがなんかいいようなこと出たら、これよし、オッケー、これで割れる、出たらよかったやん。肘汚れとんな、かさぶたかな、焦げて。え、何してんの、ええの、お前たちはパバン王から盛大にもてなされて、お前の、お前の娘なんか、まあ干し草ぐらいしか、草ばっかり食わされてるやろ、お前、お前それに比べてマシやと思うよ、お前、お前人間の飯すら食わされてた。その間わしと姫は町の外で待ちぼうけじゃ。ああ寂しい寂しい、うまいこと言っちゃったな。おっさんの気持ち足にはわかるでガスよ。それはおっさんだってまともな姿だったら街に入って酒の一つも飲みたいでガシューよ。あっしも昔っから見かけの悪さで苦労したもんでさ、だからわかりやす。はい、なあ兄貴、この大陸の南の方にあるあっしが以前住んでた町に行きましょうか。寄ってきやせんか。パルミドって小汚い町ですが、これがどんなよそ者を受け入れる懐の深いところでしてね、はい、そこならおっさんも安心して中に入れると思うんでがすよ。それにこれからドルマギスを探そうってのに何の手がかりもないでげしょ。あの町にはあしなじみの優秀な情報屋がいるんで、野郎の行方もきっとつかめるはず。一石二鳥でがす、一石二鳥でがす。さあ南へ向かって突き進み、パルミドへ行くでがすよ。分かったでがす。よっしゃ、やっと終われる。はい、というわけでこれにてパテモソ教会のダラダラドラゴンクエスト8、終わりたいと思います。次回は南に向かいパルミドに行きたいと思います。というわけでパテモソ教会のドラゴンクエスト8でした。また見てねー。